はい。皆さんおはようございます。です今日は3月の4日金曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日の株式場は非常に、まあ、あの、続語というか、アメリカの方ではチョッピーというふうに言うんですけれども、まあ、非常に上下動が激しいような、まあ、一日だったんじゃないかなと思っています。まあ、それだけ逆にその材料が、あの、なくて、ビューっていうのも非常に難しかった一日だったんじゃないかなと思うんですけれども、引き続きマーケットとしては、 えまだまだ不透明感というのが拭えないというところからもリスクオフというのが進んでいるような状況がなんじゃないかなと僕は思っております、えー、積極的に株を買っていくというようなマーケットでは今ないんじゃないかなと思いますし日々刻々と結構いろんなニュースが出てくる一方でマーケットの環境は全然改善していかないというところがまあ今まさに起こっていることだと思うのでまあそんな積極的に動くというよりも引き続き生還をしておくのが僕はいいんじゃないかなと思うんですね で、その中でも非常に結構重要な今後の鍵になるようなニュースだったりとか記事っていうのが出てきていますので、今日はそういったところをですね、中心に皆さんと一緒に見ていきたいと思います。で、ここからですね、 質問見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルはファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいております。ファンズはですね、個人が企業に対して貸し付という形で間接的に投資をできるプラットフォームになってまして、主に年収500万円前後で資産1000万円前後の方々が利用されているということで、ぜひご興味ある方は概要欄の方にリンクがありますので、ぜひチェックしてみてください。 はい。ということで、質見ていきたいんですけれども、まずはですね、ダウがマイナスの0.29%、S&P がマイナスの0.53%、エラスダックがマイナスの1.56%、エラス2000がマイナスの1.69%となっておりました。で、米国の10年債なんですけれども、こちらほぼ動きなしでしたね。まあ、2ベースポイントの下落がありましたけれども、1.854というところで、まあ、このあたりを見てみても、マーケットに 今日大きなニュースがなかったというのは一つわかるポイントかなと思います。で、ドレンについても同様で115.43というところでそんなに大きな動きはありませんでした。そんな中なんですけれども、まあ、原油約2%弱ですね、下落してまして、108.61というところで終わっております。ゴールドは現在も引き継ぎ上昇してまして、1、えー、すいません、百9 4 1というところで、堅調な推移というような形で現在動いております。 はい、でセクター別なんですけれども、えっと、引き続き、やっぱりちょっとテックだったりとか、そのあたりの銘柄が、マーケットのやっぱこのセンチメントっていうところから引き続き、おそらくまだマーケットはですねテックにオーバーウェイトを、実際のポートフォリオっていう観点では、してる人も結構多いと思うんですね。で、実際に指数見てみても、約4割ぐらいが多分テック銘柄だと、確か S&P でも思ったので、まあ、そういったところからまだ引き続き。 リスクオフみたいなのが継続的に起こっていたりはするのかもしれないなとは思っていたりはします。はい、で、えー、チャートをちょっと見ていきたいと思うんですけれども、一応これダウなんですが、まあ、今日の値動きという観点でちょっと拡大してみてみると、まあ、そんなにあの大きくはないのかなと思うので、あまり気にする必要は正直ないと思うんですが、まあ、あのここ最近、昨日もそうですけど、大きくバーンと上がった後にドーンと下がる傾向が結構あって、あの今は全く。 あの、いい材料っていうなのが出てくる局面じゃ全然正直ないなと思っているんですね。で、これは、ロシア・ウクライナ情勢も含めてそうなんですけれども、今全く交渉が進むような雰囲気っていうのが正直なくて、お、ま、そ、あ、らくインフレも今後継続的に続いていくでしょうし、原油の価格も高止まりしていくでしょうと。でそんな中、 本当に今の状況であの打,開打開できるのかっていうと、まあ、正直そんなことがないんじゃないかなと僕は思っているので、まあ、しばらく本当に厳しい環境を続くという前提で投資はした方が僕はいいと思います厳しいというのはその状況が明確にならないという意味ですねで具体的なちょっとニュースをいくつか見ていきたいと思うんですけれどもまずはどん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 ロシアがですね、えー、西に西に 西ですね、はい、に進んで進行していますというところが、えー、大きくインパクト、今大きいんじゃないかというふうに、まあ、その情勢的には言われていてそれがじゃあ経済的にロシアにどれぐらいインパクトあるかというのが一応次の記事になっていて35%経済が縮むんじゃないかというふうに言っていますと。でこれを あじゃあ、ロシアそれだけ縮むのね、みたいな感じで、まあ、我々としては、あの、それだけで消化できればいいんですけれども、これって本当にもっともっと大きなマーケットにはインパクトがあるはずなので、もう少し詳しくのー動のニュースで見ていきたいと思います。で、今日一番僕は注目したいニュースだなと思っているのは、えっ、ー、とですね、こちらの記事になります。はい。 でこれ何かっていうとパウエルさんがです、ね、言っていた言葉ではあるんですけれども中国がどん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 、まあ、あのドル脱ドルを進めていくんじゃないかっていうような内容になっていますとでこれは中国だけじゃなくて世界各国同じような状況に僕は正直なっていく可能性が結構高いんじゃないかなと思っていてこれロシアも同様なんですよね。 ロシアももう中央銀行としてはドルのアセットっていうのはまあ今準備通貨という観点では持っていないと。で、かつここ最近インドもえ国連だったかなのえ決議とかでまあアメリカがあのまあアメリカをはじめとする世界各国がロシアに対してあのウクライナ出なさいっていう決議に対してまあ棄却というか賛成も反対もしないとかあの反対ですっていうようなまあ投票をですねしたりなんかして結構こう経済的に 政治的にも大きな国々がアメリカに対して反対をしているとで、まあ、どこかっていうと当然ロシアですよね中国インドで、まあ、これはどこまで影響あるか分かりませんが、まあ、UAE もそうで非常に資金も資源ももろもろ潤沢な会社が反アメリカになっているとで特にあの中国に対してはドルではなくて基軸通貨を 現に人民元にしたいですっていうところもありますし、まあ、今後そういったところが進んでいくであろうもしそのシナリオであればこれらの国々がまあ結託をして自分たちの通貨もしくは何か人民元でもいいんですけども基軸とする通貨をベースとしたまあ経済圏っていうのをしっかりと構築をしていくような動きになってくる可能性が十分あるんじゃないかなと僕は思っています。でまあそんな中です、ね、非常に1つやっぱり注目をして ききたいべきポイントなんですけれどもロシアはですね、まあ、今デフォルトに債権向かっているんですよね債権のクーポンをですね外,外国向けに払えませんということを言っているんですけれどもこれって払わないというか払えないっていうのも実はあると思うんですねでこれっていうのはなぜ引き起こされたかっていうとスイフトからの排除だったりとか諸々もろのサンクション制裁のせいですよねでこれって積極的にロシアが えー、そうしますっていうふうに言っているよりも、まあ、他国の、えー、政策によって払えないという状況に追い込まれたとでこれっていうのはあの自国自ら経済がダメになっていったみたいなものとはおそらくロシアとしては認識非常に違うと思うんですよね。でこれによって、まあ、自分が負っていた債務っていうものを払わない払わなくてもいいみたいな感じになることによって自分たちの、まあ、国の 債務大幅に縮小できたりとかまたそのドルからさらにどん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 離れていくことっていうのも、まあ、こういったことを通じてできていくんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りの流れは結構その戦略的にやられてると思うので、まあ、どういうふうに本当に経済圏として、えー、まあ中国とかロシアとかそういったところが成立したものを作り上げられていくかっていうところとあとはその世界的に ドルからの脱却っていうのがどれぐらいのスピードで済むのかっていうのは非常に注視しておきたいなと思います。で、やっぱそうなってくると非常に注目されるのが仮想通貨、ビットコインの動きだと思うんですけれども、まあ、このあたりは今日はちょっとここではメインでは触れないでもう一つの別のチャンネルの方でもうちょっとだけ詳しく話したうとは思っております。はい、で、ウォール・ストリート・ジャーナルの方の記事なんですけれども、まあ、引き続きですね、ロシアがどん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 南にも西にも進んでいっていますと。 でえ今日ですねロシアとき、まあ、昨日かな、あのウクライナの方で、停戦交渉を行ったんですけれども、全くほとんど、まあ、進展はなしということで、えー、まだまだ時間はかかりそうだなというところはあの、まあ、変わらずということかなと思います。はい、ちょっとサイレントとかうるさいんですけど、申し訳ありません。はい、あとは他かの、まあ、ニュースとしては、まあ、現在のような状況がもう至るろで、まあ、いろんな形で書かれているというような状況かと思いますので、 特に一個一個は触れていかないようにしようかなと思ってはおります。はい、あとはですね、非常に注目されるのは、やはりあの、ペットがどういうふうに動くかというところかと思うんですけれども、具体的な今日コメントがあったのはですね、えー、とこちらですね、リッチモンド連銀総裁の方からも、供給網の問題に関してはいずれにせよ、年末に向けてです、ね、改善をしていくんじゃないかというふうには言っているものの、 まままだ確信持ててせんというようよな感じのコメントは出ておりましたでこれはあの先日パウエル議長の方からもコメント出てましたけれども引き続きインフレについてはこういったロシア・ウクライナ情勢があることもあって、えー、まだ分かりませんとただし非常に不透明な状況であることは変わらずということで、まあ、あのどちらかというとやっぱそのインフレの圧力のの方向にインフレのまあ上昇圧力の方向にリスクっていうのはあると思うので、まあ、この辺りは この供給問題、いずれかあの改善していくだろうというところについては、まあ、ほぼ全く信じられないというような状況がしばらく続いていくかなと思います。で、クリブランド・レンギン総裁の方からもまあコメント出てまして、アメリカの利,用利上げの必要性については、ウクライナ情勢を受けても変わらずと。で、これは、まあ、当然そうなるでしょうと。やっぱりアメリカとしては今非常に重要なのは、自国の経済状況だったりとか、インフレを抑え込むというところが、まずはメインのところだと思うので、 そこの金融政策はできる範囲でまあしっかりやっていきますと、あとは外国的なも問題はバイデンさんお願いしますという感じだと思うんですけれども、バイデン大統領としては、全くロシアとかほ他の国々とまうまく交渉を政治的にできていないというところもあるので、非常にまあ難しい状況が続くんじゃないかなとは思ってはおります。はい、でやっぱりその これまで非常に楽観的だったインフレへの圧力だったりとかその供給網の改善というところも、まあ、実際、蓋を開けてみると全くもって改善の傾向がないと。でかつですねその世界的に見るとやっぱりこのインフレ圧力はかかっていくでしょうという中で、まあ、ロシアとか中国に関してはインフレになってもらっても全然構わないという感じだと思うんですよね。そのまあ、ある意味ダメージとして 比比べべてみるるとととととアメリカとかと比べると非常に低いと資源を持って,いるのでっていうのもあると思うのでそのあたりについてアメリカを苦しませるという意味ではある程度政策的に政治的に長期的にインフレを起こさせるようなことっていうのも実際やっていったりもするんじゃないかなと正直思ったりはしていますなので意外とちょっとやっぱ最近思うのは楽観的に見ていると結構痛い目見るじゃないんですけども あの危なかったりははすするのかなとは思っていますただしそんな中でもあの結構やっぱこういった戦争とか有事のことがある程度終わった後はマーケット非常に良い方向に転換していくっていうまあこれまでの傾向はあるのでそこを見据えてマーケットでポジティブにいるっていう人もいると思うんですね。なのでまあこれが本当に過去のと同じような動きをするかどうかっていうのはあのちょっとまあ わからないんですが、そこの鍵を握るっていうのは、そこの脱ドルとかっていうところは結構大きなポイントに問題に、えー、なってくるんじゃないかなと思ってはいます。で、そこで気になる動きは、そのドルとかいうところも、まあ、あの、もちろんそうだと思うんですけれども、ロシアのその債権のデフォルトがどういうふうに整理されるとかっていうのも結構、まあ、特に金融機関とかについては大きなインパクトも、まあ、あるんじゃないかなと思いますし、また、あ、そのロシアの えーまあ、関連ビジネスやってるところもそうですしあとはですね何気に世界なんちゃらファンドみたいなところの、あのー、おそらく信託とか持ってる方はですねあの今日ちょっとウォル・トリート・ジャーナルの記事の中にもあったんですが意外とですねロシアの企業入ってますガスプロムとかもそうなんですけれどもロシアの企業は結構大きな会社特に資源の会社が、えー、そういった 投資新宅に入っていることが多いんですねなので、まあ、そこのリスクは、まあ、あの分散されているので少ないっちゃ少ないんですけども一応そういったリスクも、えー、投資信託世界的なその企業を買ってるみたいなやつでも入っているのでそこはですねあの本当に気をつけていただければと思っております。 はい。ということで、まあ、今日はちょっとあの短めの、まあ、それでも15分ぐらいの動画ではあるんですけども、短めの動画にはなりましたが、まあ、引き続き皆さんにいろいろとお伝えをしていきたいと思いますし、まあ、あとはですね、もうすぐあと1週間弱ぐらいでブログも完成するので、あのまあ、1週間強か、2週間弱ですね。なので、LINE 公式アカウントでも積極的に配信を、まあ、そ,のそういったタイミングではです、ね、していきたいと思います、はい。ぜひ概要欄、コメント欄の方にもリンクありますので、 そういったところの情報を興味あるよという方は、えー、LINE 公式アカウントぜひ登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。